エシュベーゲは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー軍の軍庁所在都市である。エシュベーゲは、シュリー・アーバフ・ハスバルトの北西に位置するロイ・ヒトベルクの、ふもと、ホーアー・マイスナーの東を流れるベラ川の幅広い、河半平地に位置している。ヘッセン州の最寄りの大都市は、カッセル、ニーダーザクセン州の最寄りの大都市は、ゲッティンゲンである。エシュベーゲは、北は、 バート・ゾーデンアレンドルフとマインハルト、東はバンフリート、南東はトレフフルト、南はバイセンボルンとベーレタール、西はマイスナー、北西はベルカタールと境を接している。自治体エシュベーゲ市は中核宿であるエシュベーゲ旧市協会前とその前に立つテオファヌ像この町の最初の記録は974年にエスカニボッチとして残されている。 この名前は古いギルマンの言葉で水辺のトゲリコの集落といった意味である。言語歴史学上、この村の成立はフランク人による征服以前の時代であるとされている。それは西暦500年以後、遅くとも700年頃までのことである。おそらくメロビング町の時代に、ここにフランク王国の王領が設けられた。これは国境警備として、 中林源との間のベラ側の土招地を監視するためのもので、10世紀から11世紀までは存続していた。旧市協会がメロビング朝時代に崇拝されたい、ディオニュスに剣道されていることもこの時代を示唆している。最初の文献上の記録は、皇帝夫婦2世の文書で、この王領と入植地の相続人として、皇后、テオファネを指名したものである。 その娘ゾフィーは1000年頃にキリアクスベルクに立受刑教唱教授会女士修道院を創設した。この修道院は聖キリアクスに捧げられ、ヘッセンで宗教改革が成し遂げられた1527年まで存続した。この修道院の現存する唯一の遺構がカールストである。この集落は1188年頃に市場開催権を獲得し、 都市圏を1249年までには獲得した。近世まで盛んであった、食府、比較産業の基盤が、この頃から出来上がっていった。中林元ヘッセン継承戦争の結果、エシュベーゲは1264年から、ヘッセン砲白ハインリヒ一世の統治下に入った。1292年5月12日、彼は、ローマ王、アドルフ・フォン・ナッサウに、エシュベーゲ氏を献上し、 ボイネブルク城と共に相続可能な帝国、霊園として、直ちにその統治を委託された。これによりハインリヒは、帝国諸公の地位を得、ヘッセンにおける覇権を、極めて強化のものとした。マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1655年頃の、エシュベゲ1385年に、中林元砲白バルタザールはこの町を占領し、1386年に、城塞を築いた。 1433年、この町は再び、ヘッセンホーハク領となった。フィリップ1世、ビルヘルム4世、モーリッツホーハクらは、この城塞を上官に改築していった。1627年から1632年まで、この町は引退した、モーリッツの陰性地となった。また、 1632年から1655年までは、いわゆるヘッセンカッセルケローテンブルク警防流のヘッセンエシュベーゲ砲白、フリードリヒの宮廷所在地となった。ただし、実際にフリードリヒが住んだのは1646年以後であった。30年戦争では、1637年の復活祭に、 皇帝側のヨハン・フォン・ゲッツェンが率いるクロアチア軍がエシュベーゲを略奪し、町の大部分を焼き払った。1655年のフリードリヒの死後、その炮白領は、弟のエルンスト・フォン・ヘッセン・ラインフェルスのものとなった。その孫にあたるクリスティアン・フォン・ヘッセン・バンは、1755年にヘッセン・バン炮白化の断経が断絶するとその炮白領は、ヘッセン・ドーテンブルク炮白化に併合された。 1834年にヘッセンドーテンブルク、宝白化の断径家系も断絶し、全土が本家である、ヘッセンカスセル宝白化に変換された。1657年10月30日、マルタケルステとその娘カタリーナ・ルーデロフは、魔女裁判の告発を受け、処刑された。2007年10月30日、市長のユルゲン・ツィックは、市とプロテスタントのエシュベーゲ教会クライスの、 教会会議の名において魔女として有罪を宣告された。この二人の女性の名誉回復を宣言した。1875年にベーブラからエッシュベーゲまでの鉄道が建設され、この町は鉄道で結ばれた。ニーダーホーネ駅はベルリン・コブレンツ線とベーブラ・フリートラント鉄道との乗り換え駅となった。1945年の第二次世界大戦終結後、 エシュベゲはアメリカ管理地域に属した。US 軍政府は1946年に追放された人と呼ばれるユダヤ人同胞を受け入れるための DP キャンプを建設した。このキャンプは最大3300人を収容したが1949年4月に廃止された。創設期エシュベゲはエスカナイワックと名付けられた。これは 水辺のトゲリコの集落という意味である。エシュベーゲ周辺に住む老人は、エシュベーゲを、エシェバイあるいは、イシェバイと呼ぶこともある。これはおそらく高知ドイツ語で、ゲルマン語による、エシュベーゲ元々の地名から転じたものと推測される。ニーダー・ホーネは、1936年に合併した。1973年の地域再編に伴って、アルブンゲン、エルトマンスハウゼン、 ニッタウィッツハウゼン、ニーダー・デュンチェーバッハ、オーバー・デュンチェーバッハ、オーバー・ホーネが合併した。紳士教会聖カタリーナ教会エシュベーゲには、中核式に四つとある文言、エルトマンスハウゼン、ニッタウィッツハウゼン、ニーダー・デュンチェーバッハ、オーバー・デュンチェーバッハ、ニーダー・ホーネ、オーバー・ホーネに、それぞれ一つずつプロテスタントの教会組織がある。エシュベゲ中核式には、さらに、 二つのカトリック教会の主祭区があるほか、地方教会組織、福音派自由教会組織、新首都派教会がある。全人口22,574人のうち、13,967人がプロテスタント教会、3,403人がカトリック教会に属している。この町の最初の教会は、現在のマルクト教会の場所20世紀に建設された。 中世にはすでにエシュベアゲにユダヤ人が住んでいた。1348年から1349年のペスト化による迫害でユダヤ人組織は崩壊した。1457年に受ガ合戦が記録されており、1507年にはリカス・イデイカスが文章中に登場する。ユダヤ通りは市中心部のコーレン・マルクトとノヤ・シュタインベクトの間にあった。 1580年、30人のユダヤ人がこの町にいた。18世紀中頃までにその数は171人にまで増加した。ユダヤ人家族ははじめ、ほとんどが家畜や商品の売買に携わっていた。しかし、19世紀には、数多くのユダヤ人貿易省、小売省、工業企業が設立され、市の経済活動において、重要な位置を占めるようになった。 公共生活においても、ユダヤ人は活発な役割を演じた。この町は、ニーダーヘッセンラビカンクに属したが、固有の小ラビクを形成していた。ユダヤ人が最も多くなったのは1885年で、549人が住んでいた。1838年にはシナゴーグが完成している。その外装は、1938年の水晶の夜に、 破壊された。1954年以降、旧シナゴーグではエシュベーゲの新首都派協会が神事を行っている。1933年以降、ユダヤ人組織の構成員の一部は公民権剥奪や迫害活動の増加に伴ってエシュベーゲから転出して行った。その多くはアメリカ合衆国に渡った。 1941年から1942年に最後まで残っていた約100人のユダヤ人が絶滅収容所に送られた。1945年以後、強制収容所のユダヤ人生存者はアンラの管理下でこの町に建設された DP キャンプで数年間生活した。ほぼすべての生存者がイスラエル国家建設のために渡航した。エシュベーゲに残った。 ユダヤ人はわずかでミニアーンが形成できたのは随分ん後になってからであった。エシュベーゲ市長者エシュベーゲの市議会は37議席からなる。現在の市長はアレクサンダー・ホッペである。彼は2009年6月21日に52.0%の票を得て市長に当選した。エシュベーゲの紋章には緑の土地の上に 二つの戦闘を持つ銀の城が描かれている。二つの塔の間には、羽状に葉をつけた三本のトネリコの枝が浮いている。この紋章の利用を保護するために、エシュベーゲ氏は規約を設けている。さらに、ドイツ海軍の補給艦、ベラ、連邦警察局の BP-26、エシュベーゲ、ルフトハンザの CRJ700D アッコフ、エシュベーゲと協力協定を結んでいる。エシュベゲは、 木組建築が密集した中世風の中核部を有している。エシュベーゲ旧市街のパノラマその他に以下の見応えある建物がある。ベラタール湖にはヘッセン州で唯一のラダーイコールレガッタコースがある。このコースは6レーンで全長1500メートルであったが2008年に2000メートルに延長され国際規格となった。これによりエシュベーゲラダー協会は 将来的に国際レースを開催することが可能となった。すでにヘッセン州のチャンピオン大会がここで開かれている。さらにベラタールコではヨットも搬送できる。ベラタールコとゼイゲルクラブ WSSC1969 エシュベーゲーブイは毎年春と秋のレガッタ大会を組織している。他のスポーツ競技ではトライアスロン大会、 ベラマンが開催される。2004年以降は、エシュベゲ氏が主催している。この大会は9月の第1週末に開催される。ベラマンや他の様々なスポーツイベントは、DLRG 地方グループ、エシュバン EV が講演している。ベラタールコに隣接する乗馬施設は、毎年、障害飛び越し競技と、バババ術の北ヘッセンチャンピオン大会が開催される。また、 同じ競技のヘッセン大会も何度も開催されている。サッカーでは、SV07 エシュベーゲ、FC エシュベーゲ 1988EV、FFV パルムストライカーズエシュベーゲが、エシュベーゲで活動している。エシュベーゲ TSV1848EV は、11の競技分野が一つのクラブに統合しており、軍内で最も大きなクラブである。例えば、バスケットボール、ハンドボール、 卓球、体操、水泳、陸上競技などがある。2005年からは自転車競技も追加された。ハンドボール部門の男子チームは、ヘッセンオーバーリーガでプレーしている。エシュベーゲのバレーボールクラブが、バレーボールゲマインシャフトエシュベーゲ EV で、オーバーリーガでプレーしている。この町で最大のテニスクラブは、TC1951 エシュベーゲ EV である。 その男子チームは、フェアバンツリーガでプレイしている。2005年のオープンフレアフェスティバル、当店宝全のステージ、エシュベーゲ市駅市内を連邦道 B、B27、B249,B452 号線が通っている。さらにエシュベーゲは、レギオナルバーン R7 ゲッティンゲンエシュベーゲベーブラ、バートヘルスフェルトフルダ線沿線に位置しており、北ヘッセン交通連盟に属している。 最寄りのアウトバーン A44 号線のカッセルから、ヘッシュシュランデスバーン GMBH は、ライネフェルデ・トライザ線の一部である、エシュベーゲ西駅から、市中心部のエシュベーゲ駅までの 3km の区間を1985年に廃止したが、2009年12月12日から運行を再開している。これにより、エシュベーゲ市駅から、ゲッティンゲンや、 バートヘルスフェルトへの直通列車が再開された。これに伴ってエシュベーゲに市駅は廃止された。エシュベーゲでは4路線のシバスが運行している。機械製造分野では、プロウマ・アントリエブステクニック GMBH、ハイコ・パコーマ GMBH、ダイバ・ウマー・サルハイム GMBH&COKG、ダイゲ・オルクソム GMBH&COKG が活動している。家電。 システム工学の分野では、スティーブル・エルトロン GMBH&COKG へシュベーゲ工場があり、フリードラ・ジーブル・ホルザフル GMBH が、レジャー用品や、テーブルマット、フロアリング材などを製造している。この他に、ハウボールと GMBH やガール・オフ・ズナ、GMBH&COKG がある。エスチャビージャー・クランスター・ブラウアー GMBH は、 古くから地元に根付いた企業である。このビール醸造所は19世紀の初めからこの町でビールを製造している。エシュベーゲでは日刊誌としてベライコールジュントシャウとマルクトシュピーゲルが観光されている。ローカルラジオ局ルントフンクトマイスナーは1997年からここで放送を行っている。群庁所在地としての通常の施設や文化と見どころの節で、 記述の施設の他に、私立図書館や、エスパーダ屋外プールがある。エシュベーゲ区裁判所もエシュベーゲ市内にある。エシュベーゲには、総合学校として、アンネ・フランク・シューレ・トブ・リューダー・クリム・シューレ、ギムナジウムとして、フリードリ・ヒビル・ヘルム・シューレ、上級ギムナジウム、職業学校の職業ギムナジウムがある。基礎家庭学校は、アレクサンダー・フォン・フンボルト・シューレ、ゲシュビスター・ショル・シューレ、 シュトルート修レがある。学習補助学校は、ペスタロッチ修レと呼ばれている。さらに、職業学習のためのベラマイスナー、軍立職業学校や、私立の自由バルドルフ学園、ベラマイスナーがある。この他の教育施設として、連邦警察の要請、継続教育センターみって、市民大学、ベラマイスナー音楽学校、家族教育施設がある。エシュベイガダモス。 ありがとうございます。